アクセルがいるからアクセルがいるから 皆さん、こんにちは。トッツです。本日は、ハイキュー、えー、こちらを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。で前回第1回戦ね、カラスの口突破したんですが、えー、第2回戦に関しては、伊達コということでね、朝日アサヒさんの因縁のある相手なんですけども、前回の戦いにはね、ひなたくんも影山くんもいなかったし、新しいメンバーが集まったことによってね、まあ、今までみたいにアサヒさんだけブロックしてればいいっていう状況でもないだろうし、きっとこの試合もね、無事勝ってくれるんだろうと願っております。ただ、すでにね、ひなたくんの実力っていうのは、もう1回戦の中で見られているので、 一回戦のようにそう簡単には勝たせてくれる相手ではないと思うんですが、い,い出場に向けてね、頑張ってもらいたいと思います。前回も非常にいいお話だったので、えー、今回もね、楽しみにしてました。果たしてどんなエピソードになるのか、えー、ぜひ一緒にご覧ください。えーでで、皆さんも録画したもの、もしくはビデオ,オンダマンド使って一緒に楽しみください。簡単なご案内さました。本編スタートです。よろしく頼むぞ。 そう、これ、前回ちょっと見ちゃったやつ。これは今なの過去なのあ、朝日さん映ってるし、過去か。うん、そう、まだ3ヶ月しか経ってないんだよね。その3ヶ月の間に、日向ただったり、影山くんだったり、ツッキーとか、もう、カラその大変貌を遂げたわけだよ。猫間との練習試合もあって。あー、こういう感じなのか。 うん、あ鉄壁ってまさにあれじゃない伊達公のさ横断幕に書いてなかったっけあーでこの野安さんのなみんなのその肩の力を抜くというかいやーいいムードメーカーだよねうんいやー頼もしくない わ <laughs> かるわ影山くんまでしびれちゃってるもんなうんやっぱ鉄壁だよね伊達のイメージだからさっきの鉄の扉をなんか朝日さんがこうぶち抜いてなんかバリーンってさなんか破れるようなそんなシーンがこのあと来たりするんじゃないのまあ最初はちょっと苦戦したりするんだろうけどね で、まあ、今んところ、この伊達校の皆さん、ちょっと背が高くて、まあ、特にあの、白髪っぽい人、眉毛ない人、まあ、怖いイメージしかないんだけども、またそれも、まあ、この作品のことだから、この僕たちの、まあ、漫画読んでるとかもアニメ先見てる人はわかんないけど、この初視聴の人たちのイメージも、またぶち壊してくるようなさ、 なんかそういうギャップ萌え的なのも来そうな気がするんだよね。俺そういうの弱いからな。なんか立達校の皆さん好きになりそうな気がする。この子この子。で、6番も映ってるね。あの子も結構あれなのかな。注目すべきキャラクターなのかな。で、この戦いは結構1回戦と違ってほんと苦戦することになるとは思うんだよね。もうあとは本当 勝てるかどうかだわ。このアニメというか、まあ、漫画が、その、順風満帆に行くものなのかどうかっていうところを心配してんのよ。スラダン的にさ、意外とええみたいなことがあるのかどうかっていう、まだそこがわかんないんだよね。ま,あ、まずこの一つの大会が終われば、どういう作品の傾向なのかが見て取れるんだけど第17、鉄壁。 でこの応援がな数がプレッシャーだよ <laughs> 監督さん怖そううんうんひなたくんだねそうかあれはまだね変人速攻じゃないからあ変人速攻まだ知らないんだそうだそうだだからこれ伊達校はその変人速攻でまた翻弄されるんじゃない うん。うん。はい。防御が強いんだろうね。いや、頑張ってみんな。うん。影山くん。えなんだろう。やっぱそれはあの、変人速攻のこと言ってんのかな今のは。 さあ、気合い入れていかないと、簡単には勝てないよ。ああまた、正常のあれか。うん。ああ、サーブに対抗するためにってことかい。いやー頑張って、アサさん。乗り越えよう。うん、マネージャーも。<laughs> それ、靴、ね、に出していってあげてよ、もう一回。大きい声で。さあ、まずね、止めよう。 あげよう。おしよしよしよし,し、いいぞ。あ、で、影山くんどっちだどっちに出すと思うどっちだと思う俺、平田だと思う。ああ、やっぱ平田。いや、けどこれもう分かってるからきっと来るよねいや、どうかないや、高い。あ、けど、中入ったんじゃないうん。いいね、いいね。まず先制点取れたじゃん。あ、けどなんだろう。 なんか日向くんは浮かない表情だね。なんか動き早くない。この人も縛ってきたよね。うん。ああ、なんかそういうのがあるんだ。ああ、コミットブロックとリードブロック。ええ。 ああ、ひなたくんのあれに、全力の。うん。いやーってことはあれだね、スピード勝負みたいなのも出てくるんじゃないひなたくんとの。うん。まだまだ。そうそう、そ、それそれそれ、もう分かってらっしゃる。<laughs> 言いたいこと言ってくれて気持ちいいわ。 なんか僕たちの目線で語ってくれるんだね、あの監督が。ああ、まず影山くんのサーブ。ああ、リベロはやっぱ取るのは上手いだろうからな。うーん、そこね。課題ってことだね。リベロのとこ行っちゃったっていうから。ナイスのやっさーん。うんアサヒさん。はい。見せてくれ。いや、決めよう。頼むよ。 いや、止められないで、頼むよ。行ってくれよ。うん。うん。いやいやいや、悪くない、悪くない。うーん、ね。えおい。おいお。い6番。あ,あ、二口くんっていうのね。さあさあ、切り替えて。 ああ、この田中先輩。高いねえ。んなになにああ、手もらえたってことだ。うん。あんな見た目なんだけど、あれなのかな実は気が弱かったりすんのかないいよ、気にすんなってみたいな言い方がさ、ちょっと慌てて言ってたけど。 なんか中身やっぱギャップ系あるんじゃないああ、二口。ああ、取れたけども、乱れたああ、二度目。いやー、ど工くーふーふー。<laughs> あーあ、取れた。いやー、ケぶち抜きたいんだろうな。朝日さんとしては。やっぱあの鉄の扉を。あっち側に弾が行くことを目指して。 うーん。そうだね。手には全部当たってて。うん。うーん。いやー、よく当てるよね。あの背でひなたくんも。よく動くし、そして。うん。あ、今度はああ、ひなたくん。 いや、行って行って。入れて。ん視線が。ああそういうこと読まれちゃったのか。だからあえて今視線動くのを入れたのね。ああ、こっからあれだ。きっとブロックの成功率が上がってくるんだろうな。うん。鉄壁。 いや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 。どうなるよ。うん。うん、そう、次切り替えていこう。え絶対ああ変人速攻え、ちょっと待って。またいやいや、もう最近自信多くないもう不安になるよ。 なんで配ー見てると地震起きるんだろうね。もうみんなもちょっと気をつけてね。なんか備蓄とかしといた方がいいと思う。やだなでっかい地震とか来たら本当に。今日3回目だよ。うん。うーん。もうこの男がね、徹底マークみたいな。いや、知らないね。 見せてやろうぜ見せてやろうぜ <laughs> もうめっちゃテンション上がっちゃうわうんいや相手をねまず認めるそれも大事だ <laughs> <laughs> うん慣れたからうんその対策が何かあんのかな鵜飼さんのこの言い方うん研磨くん プリン頭。<laughs> いや、あなたもプリン頭になりそうだけどね、金髪同士。ああ出てきて。てか、かわいい、ケンマくんの喋り方、うん。うん。うーん。うん。ああ、なんかこの大会が始まる前にいろいろやってたのかな取り組んでたところが。うん。あんま見せずにね。 ま、ここはじゃあまず、ちょっと度肝も抜いてやろうよ。さあさあさああ、出たはいありがとう <laughs> 呆然 <laughs> うん、監督もどうよ。おお盛り上がってるいや、わかるわ、気持ちいや、これで一気に注目選手だよ、ひなたくん。 化け物速攻。いやーね、この知ってるからこっちはあれだね。あははは、え今のやっぱ影山くん褒めてんのか。いや、ひなたくんも天才って欲しい。うん。いやー信頼関係、信頼関係。うん、ノーマークだからなー、ひなたくんはきっと知らないだろうね。 いやいや、意図的ですよ。ああ、月うん。もう。ああ。え <laughs> なになに <laughs> もう、もう少し仲良くやろうぜ。<laughs> いや、言い方。もうお互いに。あ、大地さんがちょっと今、怖そうだよ。うん。 え世界中褒めた途端に <laughs>、うん。いや、世界中なの。それはやばいね。うん。けど、その普通のトスがさっきの見せられたから生きてくるんだろうな。 いや、何思うかな。うん。あ、さっきのツッキーが取ってたのか。いや、めっちゃマークしてるね。うわーああこの一番もすげえわおー。まず声でね、負けないように。うわなんかいい試合になりそうだわぁ。わ大接戦。 うん。うん。あー、またここで点差を話すチャンス。と見せて、ここでアサシさんとかないかなもうそろそろアサシさんにぶち抜いてほしいんだけどな。うん。ありました。楽曲んでね。 もう、ばっちり噛み合ってますから、この二人は。<laughs> 嬉しい。なんか嬉しい。勝手に嬉しくなっちゃうやつ。<laughs> アニメ見てて。うん。うん。はいはいはい。さあ。どうなるかないや、本当にここで使ってくるかな うん、ああ、もう一回じゃあ来る。いや、行きましょう行きましょう。見せましょう。いや、けどなんかちょっと怖いな止められそうな気もするんだけど、そんなことないいやいや、影山くんなら。いや、ほら。<laughs> すごい。やばい。もう本当に天才だね。うん。あんな崩れた対戦ところだよ。 ピンポイントで。いや、これで点差も開いたし。ああ。いやー、もう、カラスの舐めないで、みんな。もう飛べるんだよ。うーん。<laughs> 大王気に入らない。<laughs> うーんああ、けどまだ2点差か。うん。 うん、なんかあんのか、作は。うん。はあ。けどそしたら、やっぱ朝日さんの方に影山くんが出したりとかしないかな。ああ、他も使えるんじゃないかっていうね、今度。だこういう頭の中の混乱がね。 また点を取りやすくするんだろうね。うん。朝日さんもいるから、朝日さんも。<laughs> こっちが何重い面々ってこと。え <laughs> いや、ちょっと可愛く見えてきたよ、俺。あの子。7番。 アサシさんがいるからアサシさんがいるからもうそういうこと言わないで。もう俺のお気に入りのアサシさんを。ああ、これ絶対アサシさん来るよ。こういう時こそ。裏行くでしょう。いや、ほらほらほら。なんか考えてらっしゃいますよ。王様が。うん。 いやあ、いるーいるーいやーここで鉄壁を。もうけど、その全てが、あー来てくれたーいやあ。あーあー、そういえば予告に映ってたよね。うん、勝つぜ。このまんま。あ、えやっぱひなたなんだ。 うけど、朝日さん来るでしょ、きっと。ああ、どうよ。<laughs> どうよ。<laughs> もう、自分のことのように嬉しい。<laughs> いやめっちゃわかる。<laughs> めっちゃわかるわ。<laughs> あのピンクパーカーの人。うんうん。やっぱあれだね。同級生だし、思うことあるんだろうね。 いやいやいや、来るか朝日さん。来るのかうん。あ、時間差。やる。あ、今のが普通のか。あー。うん。あー、それがこの子なのねっていうのが今分かったんだろうね。うーん。 いやーみんな翻弄されてるね。おん。え、この人がキャプテンなのこの学校は。うん。おん、閉めてくるよ。え <laughs> もう。 そんなこと言いそうにないキャラなのにね。さあ、うん、今度は返事。いや、来るのかおーい。ま、きり来るかもって分かってれば、ちょっとはあれか、対応もね。やるなぁ。 そうかそうか、最初のジャンプを小さめにしといて、ほんで着地してすぐに動いたのね。うん。うん。いや、暑そうだもんね、執念。やべえよ。うーん。 ねえ、ちょっと朝日さん見たいんだけど、ねえ。うーん、ナイス声だし、菅さん。山口くんも。どうなるああ、平田くん行く。ああ、けど、うん、ナイスー、野谷さん。あ、野谷さんかってことは、ああ、けどやっぱ平田 いや、朝日かないや本当にひなたくんああ、ひなたくんか。さあ、行こういやいやいや、行くぞやっちゃうよあああここだったーああ優しさーうわあしびれるね うーん、試合だばーっと行っ,行って、行って行ってナイスーやりましたとうとう <laughs> いやー。いやー、感動だわ。ああ、そういう技なのね。 うん。いや、アサさんもすごいって。あー、すがさんいやー、出てて欲しかったな、ちょっと。今のさ、流れでいて欲しかったとこもあるな。いや、けどそれでも嬉しいんだね。ほんといい人だな。んうん。うん。 なんだろううん。めっちゃ楽しんでるやん。<laughs> 自分のね、役割みたいなのが分かって。はい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 。うん。店員を決めるだけじゃないね。もう最高の武器じゃん。うん。 いやあと何もないと言うけどね伊達子の方が <laughs> やべえ <laughs> やべえなこれ <laughs> もうずっとさ朝日さんがさあのひなたくんのおじに見えた時からいつ使うんだっていうかあもうこで映ったんだからもう次来るじゃんと思ってからさ全然来なかったじゃんいいとこで出すよね もう、めっちゃ面白いわ。いや、日なたくんの活躍ももちろんなんだけど、今回のあの変人速攻。あれでみんな翻弄されてさ、イエーイみたいな気持ちにもなったけど、やっぱ今回は朝日さんだったなけどなんか、俺はあのアサさんが決めた時に、なんかあの鉄のね、鉄壁が、なんかバチコーンみたいなさ、 ちょっと砕けチュームみたいなそんな演出とか来るかなとか思ってたんだけどね。いや、ま、とりあえずこれでトラウマじゃないけど、それが脱出というか払拭できたんじゃないかな。でこっからはさらに、またこのアサさんの活躍っていうのも、この試合で描かれるんじゃない だからこれで影山くんは、ま、あ朝日さんだったり、ま、ひ日ただったり、ま、いろいろまた使い分けて、で、ひ向たくんには、またあの、普通の速攻と変人速攻もあるし、さっきの朝日さんの、あの、猫馬から盗んだ技っていうのかな。ま、そういうのもあってさ、本当戦術が本当豊富になったよね。このカラスの。いや、もう本当そう考えるとさ、影山くんの存在ってでかいよなうん。 うん、だから本当に3ヶ月でさ。<laughs> もう、いいこと言ってたのに。はい、というわけで今回ね、第2試合、伊達孔との一戦だったんですけども、えー、まだ今んところ第1セットを描いてんのかな朝日さんのね、あの、決定的なシーンもあったし、なんか1セット目撮っててもおかしくない流れなんだけども、まだまだね、試合の方どうなるのかわからない状況です。ここから一体あの、青いって呼ばれてた7番の選手とか、立孔自体がね、何かしてくるのかもわかんないし、決して油断せずね、僕も見ていきたいなと、応援していきたいなと思います。今回今戦ってるね、縦孔よりもカラスノの方メインでね、ガッて描いて 来てくれたからもういよいよ次回はこの伊達校の方ねま今までの流れを考えるとなんか少しフォーカスされるようなエピソード来るんじゃないかなと思って期待していますリアクションの中でも言ってたけど僕のイメージではあの7番はああいう見た目だけども実は心根の優しい選手なんじゃないかなと思い始めたそれが当たってるんだとしたらまたそこら辺がねどう描かれるのかまあ、次回楽しみに本当にしたいと思いますはいというわけでね、えー、皆さんこのエピソードに対する感想だったり僕のリアクションに対するコメントお待ちしております以上動画ぶたつご Peace, Musta. Bye, bye.